エルサレムのアイヒマン悪のチンプさについての報告は、ハンナ・アーレントが1963年に雑誌、ザ、er ・ニューヨーカーに連載したアドルフ・アイヒマンの裁判の傍聴記録。日本語版は、エルサレムのアイヒマン。獄中のアイヒマン・アーレント自身が、1961年4月11日に、エルサレムで始まった、公開裁判を欠かさず傍聴し、アイヒマンの死刑が、 執行されるまでを記した記録。裁判の様子を描いただけではなく、ホロコーストの中心人物でありながら、アルゼンチンで潜伏生活を送っていたアイヒマンの暮らしぶりとイスラエルの情報機関による強制連行の様子。さらには、ヨーロッパ各地域で、いかなる方法でユダヤ人が国籍を剥奪され、収容所に集められ、殺害されたかを詳しく綴っている。 アーレントはこの本の中でイスラエルは裁判権を持っているのか、アルゼンチンの国家主権を無視してアイヒマンを連行したのは正しかったのか、裁判そのものに正当性はあったのかなどの疑問を投げかけた。その上でアイヒマンを極悪人として描くのではなくごく普通の幸せオ神で取るに足らない役人に過ぎなかったと描き、むしろユダヤ人でさえも、 ユダヤ人月頭の評議会指導者のように、ホロコーストへの責任を負う者さえいたとまで指摘した。こうした指摘の上で、以下のように悪の凡庸性について論じている。彼は愚かではなかった。完全な無思想性、これは愚かさとは決して同じではない。それが彼を、あの時代の最大の犯罪者の一人にした、素因だったのだ。このことが、陳腐であり、 それのみか滑稽であるとしても、またいかに努力しても、アイヒマンから悪魔的な底の知れなさを引き出すことは、不可能だとしても、これは決してありふれたことではない。また、アーレントは、国際法上における、平和に対する罪に、明確な定義がないことを指摘し、ソ連によるカティンの森事件や、アメリカによる広島、長崎への原爆投下が裁かれないことを批判している。 発表されて、すぐに、エルサレムのアイヒマンは、ユダヤ人やイスラエルのシオニストたちに、自分が、ユダヤ人であることを嫌う、ユダヤ人が、アイヒマン寄りの本を出した、ナチズムを擁護したのではないかと激しく非難された。彼女を裏切り者扱いする、ユダヤ人やシオニストたちに対しアーレントは、アイヒマンを非難するしないは、ユダヤ的な歴史や伝統を継承し誇りに思う、こととは違う。 ユダヤ人であることに自信を持てない人に限って激しく、アイヒマンを攻撃するものだと反論した。エルサレムのアイヒマンは、ザ・ニューヨーカー氏に掲載された直後から、様々な形で批判を受けた。その一例が、連載のわずか数週間後に、弁護側の証人であるマイケル・マスマノによって書かれた、汚れなき良心を持った男と題された論文である。マスマノは、アーレントが、 自分の先入観にとらわれ、自らの作品を歴史的な事実とは関係のないものにしてしまったと述べた。また、マスマノはアーレントが裁判で提示された事実を無視したことを直接批判し、アーレント女子が述べていることと確認された事実との間の不一致は、彼女の本の中で恐ろしいほど頻繁に生じており、権威ある歴史書としては到底受け入れられないと述べている。 また、彼はアーレントが、エルサレムのアイヒマンで描いているようなハウザーや、ベングリオンに対する偏見を非難している。マスマノは、アーレントがあまりにも頻繁に自らの固定観念によって記述しているため、エルサレムのアイヒマンは、正確性を備えた作品としては、成り立っていないと述べている。さらに近年、アーレントは、ドイツの哲学者、 ベッティーナ・シュタングネトとアメリカの歴史学者、デボラ・リープ・シュタットから批判を受けた。シュタングネトは、その著作、エルサレム以前のアイヒマンの中で、アイヒマンは、実際には、自身の信奉するイデオロギーに基づいた、ハイユダヤ主義者であったと主張した。シュタングネトは、雑誌文書やアルゼンチンでのアイヒマンのインタビューを、用いて、アイヒマンが、 ナツスの有力者としての地位を誇りに思っていたこと、それによって意識的に殺人を行ったことを、論証した。彼女は、雑誌文書が、アーレントが生きている間に開示されなかったことを、認めつつも、アイヒマンがハニューダや主義者であることを証明する証拠が、裁判では存在し、アーレントは、単にそれを無視したに過ぎないと述べた。デボラ・リープシュタットは、著書、 アイヒマン裁判の中で、アーレントは全体主義に関する自身の見解に気を取られ、アイヒマンを客観的に判断することができなかったとしている。リプシュタットは、アーレント自身の全体主義に関する著作、全体主義の起源に言及し、アーレントは自身の著作の議論を有力なものとする根拠を求めて、アイヒマンを霊障として用いたとしている。 さらにリプシュタットの記述によれば、アーレントは、社会が、どのようにして他人に非道な行いをさせることに、成功したのかを、裁判に詳細に語らせようとしたため、そのような余談に沿うような形で分析を行ったという。ありがとうございます。